と思ったんだけど、博士そこで気づいたんだよね。さすがに水抜きスポンジじゃないと無理って。で、ちょっと私はあのマイクラができる人にスポンジ持ってませんかって聞いて回らないといけない。え、ベルさん持ってるかな。ベルさんは二次三次のスポンジボブって言われてる。本当初めて聞いたけど、本当二次三次のスポンジボブなの？本当？そうなん？本当？絶対言ったら怒られるよ。ベルさんってスポンジボブですかつって。いや聞いてみるか、ちょっとベルさんに。これでいいかな。これ送ったら頭おかしい人って思われるかな。頭おかしいって思われるかもしれない。もういっか。誰だよやつ。誰だよ俺のことをスポンジボブ呼ばわりしたやつは。許さねえ。誰だ俺のことをスポンジボブだなんて呼んだやつは。準備はいいかね。あいあいキャプテン、聞かないぞ、アイアイキャプテン。パイナップルに住んでいるスポンジボブ増資格だ。リスナーが言ってました。許さねえ。誰が怒ってる。うん、いや草だわ。イブアブラハムさんの駅の、あ、いた、あ、そうです、あ、こんにちは、あ、助かります、本当に助かります。ちょっと、ありがとうございます。濡れたやつは乾かして使って、ありがとうございます。神様、飛んでった。誰や二次三次のスポンジボブって言ったやつ。ほんまにあんな神様みたいな人、誰やほんまに、誰やほんま、最低やで。